皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが1月16日に配信した火曜日恒例の予言の6回目をご紹介します。2024年1月16日の予言。日本が動いているのは疑いのないことですが、それほど心配しなくてもいいと思います。ただ気がかりなのは大津波が来るかもしれないことで、これはもしかすると日本ではないかもしれません。インドネシア周辺がとても意識されます。私がトランス状態の時に見えたビジョンでは大洪水のようにも見え、水が低いところから上がっていました。とても奇妙な感覚でした。ある時突然ビーチに立っていて地面が揺れて津波が壁のようにそそり立ちました。それが波及効果のようにあらゆる方角に広がります。その3分の1はすぐに収まりますが、残りはそのまま様々な地域を襲います。それは太平洋だと思われインドネシアと日本の間のどこかだと思います。ハワイもその津波の影響を受けるでしょう。とても高い津波となるでしょうが、まだいつ起こるのかは定かではありません。多分夏になればもう少し詳しいことがわかるでしょう。4月のエネルギーシフト以降に見えてくると思います。4月はもっと激しい地震や地殻変動が起こるでしょう。もし時間があれば2024年の気象予言もお届けしたいと思います。今は忙しい時期であるのと、イタリアの友人には警戒するようお伝えし続けています。これから大地震が来るかもしれません。ギリシャでも近い将来あると思います。どうか警戒を緩めないでください。多方湖周辺で雪崩が起こるのが見え、このようなことは今年と来年の冬場は日常的に起こると思います。まだ冬は続いていますが、これから厳しい寒波が到来するでしょう。トランプ氏はアイオワの党員集会で勝利しましたが、闇側は彼を排除しようと試みるでしょう。ですがそれはことごとく失敗します。彼はこれからも勝ち続けるでしょうが、それはまた闇側の計画の一部でもあるのです。闇側の上流階級はトランプ氏に勝利させさらなる混乱をもたらすつもりです。市民を政府に反抗するように仕向けてアメリカを分断し、4つの連合体に分ける構想です。1897年に書かれたバロン・トランプの偉大なる冒険や1902年に書かれた続編では、トランプは最後の大統領になると書かれており全ての状況が合致しています。このようなことは起きてほしくはありませんし、何か偉大なる存在が全てを収めてくれることを願っています。今まで出てきている全ての大統領候補者は全く期待できません。彼らは皆闇の雲の一部であり、全く別のところから出てくる人が全てを統治する必要があります。民主党側は多分有名人を大統領候補として立ててくるでしょう。トランプ氏とその有名人で面白いショーを見せてくれるのではないでしょうか。スピリットによれば今はまだその候補は決まっておらず、多くの有名人と交渉しているそうですが多分2月か3月にはそれが誰かわかると思います。またスピリットによればこれから様々なシフトがあるためまだ結果がどうなるかは明確にはなっていないそうです。光と影が多くの方向へと導くのです。私たちは光を胸に抱き、新しく清らかな人が出てくるよう祈りましょう。多分その人は女性だと思いますが、私たちは力を持っており私たちの言葉と心は将来の青写真だということを忘れてはなりません。どうか私たち自身が明るい将来のビジョンを共有できればと思っています。車が無実の人々を襲うお話ですが、残念ながらそのような事件がイスラエルでありました。2台の車が盗まれて人々を襲ったのです。とても悲しくかつサイコパスな出来事です。老人の女性が犠牲になり7人が負傷したと聞いています。ですがこれからもそのような事件は起こるでしょうし、車を爆破する惨事も起こるでしょう。そのような事態が近い将来ニューヨークで起こるかもしれません。
あとロサンゼルスとカリフォルニアも気になります。それはアメリカだけでなくイギリスでも起こるでしょうし、それは多分事故だと思いますが SUV が道を外れて人々に突進するのが見えます。それは多分パレードか何かが行われている時で多くの人たちがいます。アメリカでは流行り病や呼吸器疾患で1日に1500人もの人が生命の危機にさらされています。ダボス会議では前回大掛かりなサイバー攻撃について発表しましたが、今年は疫病 X について語っています。これらは闇側の計画であるのは疑う余地もないでしょう。どうして X なのでしょうか。そういえば X という文字に取り憑かれているイーロン・マスクという人がいますね。X というプラットフォームやスペース X も彼のものです。では疫病 X もそうなのでしょうか。ここで私に見えたデジャブについて触れたいと思います。多分これから疫病の大流行が発生し、特にパレスチナやその他の難民キャンプやホームレスなどの間で感染爆発が起こるでしょう。そのうちのいくつかは意図的にそのような場所で流行させられると思います。多分注射も一役買ってることでしょう。また初夏にはアフリカでも流行が演出され人々はパニックに陥ると思います。ですがスピリットはパニックになってはいけないと言っています。安全を確保して心を広く持ってください。闇側はサイバー攻撃か疫病 X のどちらを仕掛けてくるのでしょうか。それとも両方一緒に出してくるのでしょうか。まだ闇側も決めかねているようですが、彼らは排除したいものを排除しに来るでしょう。まずはじめに大規模なサイバー攻撃を仕掛けて闇側の望み通り銀行システムを崩壊させてデジタル通貨を導入しようと試みます。そして早ければ来年にでもユニバーサルベーシックインカムを導入する政府が出てくることでしょう。ですがスピリットによればそれは決してうまくいきませんし、絶対に長続きしません。怠け者はますます怠け者になります。もうそのような人たちは増えてほしくはありません。今必要なのは私たちが失った権力を取り戻すことなのです。以前麻薬組織が大規模な戦争を引き起こすと予言しましたが、今コロンビアでそのような事態が起きつつあります。これらの麻薬組織の戦闘は周辺国にも波及し、アメリカ国境まで迫るでしょう。以前にもアメリカ国境からメキシコで戦闘が始まると予言しましたが、最後は麻薬組織が負けるそうです。多分その時には新地球の時代になっているのではないでしょうか。フェラーリに乗る料理人が出演した番組でその人は多くのレストランを持っているそうですが、ブーピー・ゴールドバーグが彼のレストランに行った時に入るのを断られたそうです。もしかしたら彼らは昔から仲が悪かったのかもしれません。私も彼女は嫌いですが、もし私がそのレストランのオーナーでしたらまず彼女に食べてもらってがっぽりと料金をいただくでしょう。その意味では彼の振る舞いはあまりプロフェッショナルとは言えません。皆様からお手紙や贈り物をいただきありがとうございます。また明日も珍しい出来事についての動画を配信しようと思います。他人に親切に接すれば自分も親切にされます。自分に対して大胆に親切にそして誠実でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。ジョセフさんの配信頻度が活発なので制作が追いついていませんが、一旦2月の予言を先に配信しますのでお楽しみに。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。